バイリンゴルウェブマガジンディグ東京「DIGTOKYO」「Language and Education004MeToo と TimesUp に見る SNS の力イ E テレ世界発信 SNS 英語術」「Power of Social Media 2018年6月7日放送1プロローグ 今週は今回までのハッシュタグを再度振り返り、今後の展開を方向づけるための総編集でした。収録は5月31日放送のハッシュタグロイヤルウェディングと続けて収録しました。いわゆる日本撮りでした。収録日は長い一日に感じましたが、特に問題もなく無事に終えることができました。ひとえに番組のスタッフの努力と様々な気遣いの結果だったと思います。 いつも素人の僕のサポートをしてくださり、ありがとうございます。この場を借りてお礼を申し上げます。総編集ということで、いつもは交代で出演しているヒデさんとゴリさんも二人揃っての共演で、座り位置も僕がパートナー席、ヒデさんとゴリさんは解説者席という今までにないセッティングでした。ヒデさんとゴリさんが芸名ではなく本名の中川秀樹、テリア幸 で登場したり、真剣にハッシュタグについてプレゼンテーションしている姿が新鮮でした。僕はそんなプロの芸人さんにツッコミを入れたり、クイズを出すなど新しい経験ばかりだったので、とても緊張しましたが、一つ成長できた気もします。また、クイズを出題する中で、この番組の課題もはっきり見えてきました。SNS 英語術では毎回多くの英単語やフレーズをテンポよく紹介していくため、 詳細について説明が不十分になる部分がどうしてもありました。今後は一度取り上げた英語表現を再び振り返るような機会を増やすことになりました。加藤さん、秀さん、ゴリさんが英語に親しんでいく中で、英語のインプットとアウトプットの量のバランスを少しずつ変えていくという方法もあるのかもしれません。2、今週のテーマについて。番組では総集編ということで、 今までのハッシュタグを振り返り、その後そのテーマがどうなっているかを紹介しました。MeToo や TimesUp のムーブメントはその後も広がり続け、エンタメ業界、政治界など様々な分野を揺るがし続けています。これからの時代は男性自身が自らの行動を顧み、進化することが求められるのではないでしょうか。教育の場での銃乱者事件については今後二度と起きてほしくない。 という意味で、ハッシュタグ NeverAgain という回で取り上げました。アメリカの学生は現在、学校に通うことは、すなわち、銃乱射事件に巻き込まれる可能性を受け入れること、という悲しい現実と向き合わなくてはならないという状態になっています。このことが一番よく現れているのが、ハッシュタグ If I die in a school shooting という新しいハッシュタグでした。これまで取り上げてきたこれらの社会問題は、 なかなか解決することは難しいのではないかと思われます。メディアの一員として、こうした世の中が少しずつでもいい方向に変わっていくように、今後も努力したいと思っています。3. 今週の衣装について。ジャケットスタイルについて。 今まで番組ではスーツの上下を着ることが多くありましたが、夏も近づいていることもあり、今回は初夏をイメージしたいわゆるジャケパンスタイルのコーディネートにしてみました。スーツは上下が揃っているので考えなくてはいけないのはシャツとネクタイの組み合わせだけですが、ジャケットパンツというスタイルとなると上下の組み合わせのバランスを考えなくてはいけません。 ボトムズに関してはハリウッドのセレブたちを見ているとラフなスタイルが多いですが基本は綺麗めの体型に合った形のチノパンです色もベージュ茶色グレーなどのベーシックカラーが無難でしょう上級者向けですが夏であれば白いチノパンやジーンズもおしゃれです今年の夏はスーツのジャケットやテーラードジャケットをチノパンなどカジュアルなズボンと組み合わせるジャケパンをマスターしたいと思っています ブルックス・ブラザーズのレッッドののブブルクスブラザーズのオンラインショップでディスカウントされていて秋に向けて購入した赤いチノパンです今回は総集編ということだったので今までの黒やグレーのズボンとは違うイメージのこのズボンを履くことにしましたテレビに出演するまでは5000円から8000円台のチノパンしか履いたことはなかったのですが1つランク上の 1>, 1万円から2万円台の商品になると、やはり素材感や履き心地、それに作りも全然違うという発見がありました。このチノはウエスト部分の裏地に幾何学模様の花柄が施されていて、履く時に少し優しい気分にさせてくれます。今回は特別に僕がパートナー席に座ることになっていたこともあり、いつもにも増して緊張していたので、このズボンの花柄に救われたところもありました。 タビオのオレンジソックスピンク、レッド、イエローに続き、今回は初夏をイメージしてオレンジ色の靴下を履いてみました。タビオのメンズパワーフィット2 by 2リブソックスです。この靴下はつま先の上部とかかとのところが補強されているので、まだ鳴らしている途中の皮が少し硬いレッドウィングの着火にはちょうどいい組み合わせでした。 色の組み合わせとしても、茶色い系の靴とオレンジ系の靴下はかなり合うという発見があったので、このオレンジの靴下は今年の夏出番が多くなりそうです。ブルックス・ブラザーズのグレーのジャケット。ファブリック・東京のピンクのボタンダウンシャツ。ピンク色のピンストライプ柄のボタンダウンシャツです。カフスはオーソドックスな角落ちに、ボタンは全て白鳥貝にしてあります。 先週の白いシャツと同じくファブリック東京渋谷店でオーダーしたもので、携帯安定加工がされているので、洗濯後にしっかりシワを伸ばすだけで綺麗に乾きます。仕事で毎日ドレスシャツを着る必要のある方にはおすすめです。レッドウィングの着火ブーツ。着火ブーツはくるぶし状で紐穴が2、3組あるブーツを刺します。 中でもデザートブーツと呼ばれるスウェードのアッパーとクレープゴムのソールの特徴のものは男性のカジュアルブーツとして一つの定番でもあります。一方、スーツと合わせることのできるレベルの着火ブーツというと10万円前後のものが多いです。淡山の骨董通りにあるワークブーツで有名なレッドウィングのお店で購入したキャバリー着火はその半値ぐらいで高級ブランドに見劣りしない優れものです。 黒コードメダリオンソールは元々1920年代にアメリカのソール専門店がレッドウィングのために開発したラバーにコード紐の切れ端を混ぜ入れて成形されたソールで復活させた独特なものでとても滑りにくい作りになっています元々ついてきたグレーの平ら型の靴紐はちょっとカジュアルな感じがしたためブラックの丸型の楼引きのものに変えてみました ブルックス・ブラザーズの茶色いベルト。祖父の茶色いメガネ。4. エピローグ。最後の発信タイムのコーナーで鳥海先生が、ハッシュタグパワー of social media is tremendous という表現を紹介してくださりました。SNS の力はものすごいという意味です。とても大きいを意味する tremendous という言葉は、実は トランプ元大統領が大好きな言葉の一つで、彼の演説を聞いていて使わなかった事例はないのではないかというぐらい頻繁に使う言葉です。アメリカ人は家も車もハンバーガーも夢もより大きいが大好きなのです。誰でも知っているビッグやラージ以外にも huge, giant, jumbo, king size, massive, immense, gigantic, monumental, mammoth, colossal, titanic, monstrous, gargantuan など多くの類義語があります。そして偶然にもこのうちのいくつかの形容詞をトランプ大統領はとてもよく使います。今後彼のスピーチを聞く機会があれば注意してみてください。こうした大きいという意味を表す形容詞が必ず聞き取れるはずです。ちなみに talk big というフレーズは 得意げに話す。洞を吹く。という意味です。Language and Education 004 MeToo と to Times Up に見る SNS の力。E テレ、世界発信、SNS 英語術。Hashtag Power of Social Media。2018年6月7日放送。 www.digtokyo.jp